待って、ねえ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 、見たろ、ちょっと何それ、ねえ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 、なんだこれ、なんだこれ、ね、光ってるじゃん。あ、これかぶっててよかった。イルミネーション、多分小人の仕業だよ。小人の仕業、すごいじゃんそれ。そうやってバズライトイヤーが目につけてるやつじゃないの。ちょっと待って、ちょっと一回電気消すよ。うわ、めっちゃある。岩にぶっ刺さってる。ガチーな、これ。あ、ちょっとパンツかぶってるみたいな。パンツかぶったみたいな。うわー、綺麗だね。これは綺麗だ。挨拶からいきます。せーの、皆さんどうも、パンキッズのバズライトイヤーのタチオとトモとママです。せーの、ヤッホー。 OK、 せーの、ヤッホー。ということで今日はこの夜景を皆さん見てください。これはバンクーバーダウンタウンの夜景ですね。綺麗、綺麗ですね。まるで宝石箱や。中途半端に失礼しました。ということで今日はバンキッズ珍しく夜の撮影となっております。と言ってもですね、まだ6時になってない5時半ぐらいです。5時半の暗さです。これはありがとうございます。で、うちらの家の周りはクマがいるんで夜の撮影できないので、今日はね、ちょっとこの夜景の綺麗なおしゃれスポットにやってまいりました。早速冒険始めていきたいと思います。レッツビッグロイ、ビッグロイタイ。ワンディーツへタタトモ。ちょっと明るいところまで来ました。ちょっと歩いてみましょう。ちょっと待、ま、って、何何何、ちょっと待、ま、って、何何何、なんかいっぱい光ってんのあるんだけど。はちょっと待って、ちょっと待って、えってこれはイルミネーション、イルミネーションだよ。ちょっと、えっ、なんかあった、え、何何何何何、見たろ、え、ちょっと待って、何何何何何、一体何が起こってる、一体何が起こってる、なんだこれ、なんだこれ、え、光ってるじゃん。何、ちょっと待って、何、ある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 、撮って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 、ある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 、でも届かないな、これはさすがにママでも。撮れる、だっちゃん、まだあるかも。じゃあ探してみよう。紫欲しいな。紫、紫なんてあんのこの世に。ママ持ってるよ。嘘、紫欲しい。赤、うっそ。頭打ってるし、これかぶっててよかった。めちゃくちゃ発光してるよ、発光してる、蓄光してる。なにこれ、これ魔法の棒、え、これ魔法の棒じゃない、え、え、ちょ見せて、よく見せて、え、超光ってる、超光ってるよ、それ、あ、魔法の棒、みんな、わかった、なになになに、わかった、そんないっぱいある、ほら、どこどこどこ、あ、ほんまや、じゃそれはママ取れやん、さっちゃん取れる、無理かも、ちょ、やばいって、こんなの、え、どういう状態これ、なんでこんな光、これもしかしてさ、夜景のピカピカが降ってきたんじゃないの、え、イルミネーションで、多分小人の仕業だよ。小人の仕業、多分小人の仕業、小人、うん、そうでしょ、こんな光る小人とかいた、いた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 よ。わかった、うちらが千人記念の時にあった闇蓄光が確かそんな感じだったよね。もうちょっと探してみよう、いるかもしれないし。はい、ということでね、カメラのライトで照らしながら撮影していきます。まだあるかもしれないから探していきましょう。待って、あるかな、あ、あったね、めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある、これあるね、さっきのやつじゃね、さっきあった、お、いいね、いいね、めっちゃある、あった、すごいすごい、あったちゃんも、あった、すごいすごい。隠れていた小人を見つけたらグッドボタンで教えてね。ワンディーツへタタトモ。みんな、タッちゃんめっちゃむずいところでも絶対にわかるやつ持ってるんで。何これ、何それ、ちょっと待って、ちょっとごめん、眩しいよね、こうする、やべ、何それ、めっちゃガラスめっちゃ曇ってるんだね、曇っちゃってるんだね、すごいじゃんそれ。そうやってバズライトイヤーが目につけてるやつじゃないの、それで光ってるのを見つけやすいってこと、うん、分かった、あ、トマ見つけちゃったよ。ちょっと待って、ちょっと一回電気消すよ。うわ、めっちゃある、こっちにもある、え、そっち、ほんまや、え、岩にぶっ刺さっとる、ちょっと待って、岩にぶっ刺さっとるパターンもあんの、電気つけるよ、え、取れる、これ抜けない可能性あるんじゃない、じゃあちょっと一回やってみる、え、うわ、抜けた、結構硬い、むずいぞこれ、え、硬い、ぶっ刺さっとる、え、せーの、大丈夫、マジかよ、あ、え、待って、大丈夫、めちゃくちゃ集めたな、あと2個だ、これ無理だ、あぶねー、何があぶねーんだ、これ簡単なんじゃない、
ば。あ、ちょっと待って、ここにまだ2つ残ってる。ほら、取れる？硬いな、これ。めっちゃ硬そう。ちょい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 、無理。あ、消えた。もう1本いける？まだあるよね。まだあるまだある。取って、あれ。え、なんか硬そう。あ、ちょっとパンツかぶってるみたいな、それ後ろから見ると。あっち向いて。パンツかぶったみたいな。あれ、これ意外と簡単だ。意外と簡単なやつもあると。答えによるとね、どんなむずいところでも見つけれるやつ発動する。オッケー。お、ちょっとここら辺、ここら辺。え、なんか感じる？見える？ちょっと一回電気消す。じゃあここだ。え、ある？うん、本当だ。それをつけてたから見えた。ここ絶対見えないし。よく見つけたな、そんなとこ。すごい、おめでとう。うわ、めっちゃ見つけたやん。じゃあ、だって数えてみるね。うん、1, 2, 3, 4, 5, 6. All right, let's count in English. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ママが言った色を見せて。Purple. Purple. Red. Red. Mama, do you have a blue? That's blue. Orange. Show me the orange. Orange 赤。そろそろエンディングを取ろうと思っていた。その時。オレンジ、オレンジ、オッケー。ギャギャ。え、ちょ待って。なんかあるわ。え、ちょ待って、めっちゃ光ってるそれ。え、これ何？え、怖い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 。そう、ライト近くに持ってってくれる？見やすいように光ってるライト。よし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 。おお、周りが明るくなったね。ちょっと近づいてみようか。この小人の名前がわかる君はすごい。グッドボタンでわかったよって教えてね。うわ、これ完全に闇実行だよ。うん、闇チッコ。キノコ人触ってもいいんだっけ？わかんないよね。うん、闇チッコは確か生態がまだあまり分かってないから、触っていいかどうかもわかんないんだよ。触ってみる？いいでしょ。うわ、眩しい。これダメや。これダメや。触ったらダメなやつや。くわー。眩しく光り出したので、触るのはやめました。これサムネにしよう。オッケー。これが闇チッコか。これでよく観察して。電気一回消す。わあ、綺麗だね。これは綺麗だ。今日も見てくれてありがとう。タガトモ。イエーイ。バイバイ。バイバイ。実は夜に光る小人っていうのがいて、闇ちっこっていう小人なんですけど。え、超光ってんじゃん。なんか嫌な音した。え、わけ。こんばんは。今日はですね、うん、初めて夜の撮影です。うん。ワンキッズ登録者なんと。1000人来ました。30分前。綺麗だね。うん。うわ、ライトセーバーみたい。そんな。よし、庭にこうやって置いていこうぜ。綺麗になってきた。ほら、うん、綺麗。いいね、いいね、いいね。ともくんはまだまだあるよ。あっちしどうぽいしてたもん。ぽいぽい。いいとどめないだね。じゃあ、いいね。ぜほら、オッケー。じゃあ次はこの大きいので線っていう字を作ります。パーツも線作りたい。オッケー。作業中。ちょっと見てもらいましょう。じゃじゃーん。千人記念でケミカルライトを庭にぶちまけてみました。うん、怖い。ということでタカさん、うん、こんなにケミカルライトを夜にこう庭に置いたのにはもう一つ理由がありまして、実は夜に光る小人っていうのがいて、うん、闇ちっこっていう小人なんですけど、この夜にケミカルライトを置いておいたら闇ちっこが来るんじゃないかと思ってこれをしました。うん、ちょっとこれから庭を見てみたいと思います。うん、探しに行きたいと思います。ちょっと庭を歩いてみましょう。どう？パーツ登りたい。待って、え、超光ってんじゃん。
ちょっと待って。ちょっと待って。それ何？ちょっと待って。これ闇窒だよね。これ闇窒光だね。ちょっと電気消してみよう一回。3、2、1、ゴー。頭が、トーチンがすごい光ってるよ。本当にいるんだね、光る小人って。不思議。嫌な予感するな。何？怖いたら。どうする？捕まえる？今日は。なんでズボン履いてた？はい、ということで闇ちっこ見つけました。でも分かんないんで、キノコビトウの一種だと思うんで毒があるかもしれないから、ちょっと触るのはやめておこう、でもしてもらっていいよ。あ、じゃあ網、いい考えだね、網を持ってきて。すごいボーンと光ってるね。あった、取った、網あった、よし、じゃあその網で捕まえよう。あー、落ちた。ヤミチッコ捕獲成功、イエーイ。闇ちっこだよ、すごいね。本日タタトモということで、改めて皆さんチャンネル登録1000人ありがとうございます、うん、これからもどんどん動画上げるんで。あんた嫌な音した。え、お化け、あ、タカ、タカトモ、タッちゃんがいなくなっちゃった、うん、すごい怖いね。寒い、寒くて怖い怖い、寒いし、ちょっと待って、この辺とかさ、怪しいよ。見て、トモがなんか見せたっぽいよ。何これ、何これ、バンビエ、バイバイ。あー、うち洞窟じゃない、なんか覚えてる。やばいよ、守りこもりだったら危ない。小人だよ、ちょっと待って。スタートもバキスの変態とウコとね、どんなチャンネルそれどんなチャンネルせーの、ヤッホリーズということで始めました。今日もバンキッズの冒険楽しんでいきましょう。なんかさ、ここさ、ちょっと小人いそうじゃない、小人いそうじゃない、小人いそうじゃない。ちょ待って、ちょ待って、この辺とかさ、怪しいよ。見つけられないな、ママ。見て、トモがなんか見せたっぽいよ、タッチ。ちょっと待って、何これ、なんだよ。トモのこと見てる、離れなさい、危ない、離れて。見てる、めっちゃトモのこと見てる。やめよ、もうやめよ、怖い。変な人間。コガラスはまだ何も分かってないで攻撃してくるかもしれやんでな。バンキーズ。そうそう、なんかなんだ、その時はなんだ。たっちゃんが消えてしまった。たっちゃんどこ行ったのね。たっちゃんどこ、え、水に入っていった。オーマイガード、水。オーマイガー、たっちゃんどこ行ってたけど知ってる、どこ行ったんだ。いや、たっちゃんだよ、いや、たっちゃんだよ。お前かい。たっちゃん消えたかもたわ。よし、この葉っぱなんて揺れてない、風かい、風なんかい。ママ風で揺れたんかい。冒険っぽくて楽しくない。そうだね、こっち洞窟じゃない、洞窟かもしれないね。タカトモより先に小人を見つけたらいいねで教えてね。本日タカトモ、見て、何、水がきれい。なんだと、水がきれいなわけないだろう。本当だ、ここの水は比較的にきれいだな。なんか動いてる。何もいない。気をつけて。水が流れている。水が流れるところに小人は現れるぞ。なんか青いよ。なんか青いのがある。え、待って。川の中に青いものといえば？おお、はがやはが。大昼川小人じゃないの？ちっさ、ちっさいで違うわ。たっちゃんが撮ってみるって。雲がいるから無理だった。油かたばらないくらい。あー、こっちとも渡ったことある。
行こう。小人はここにはいないな、今のところ。ママ、来たよ。タカトモとママは気づいてないみたいだけど、小人がきっと隠れているから、見つけたらグッドボタンで教えてね。なんか揺れてるじゃない、ここ。なんか揺れてる、揺れてる葉っぱが。ちょっと待って、奥の方ちょっと見てみよう。下の方になんかいるのかもしれない。大花頭。大花頭？いる？守りこもりいるじゃん。ママ？やばいよ、守りこもりだったら危ない。守りこもり。どこ？守りこもり見つけられなかった。見て。木が曲がってる。木が曲がってる、ほんまや。普通だね、それ。普通だね。なんか雲がいる。雲もいる？普通だね。なんか草が生えてる。普通だね。あ、なんか地面がある。普通だね。ね、みんな。みんな。ちょっと。家は大変だ。どうした？家に帰れね。家に帰れね。本当に置いてかれた。置いてかれた？誰に？俺たち誰に置いてかれた？人間がいる。どこに人間が？この町には人間はいないぞ。いる。人間がどこにいるって言うんだ？人間がいる。こいつか、人間。人が人間だ。人が人間だと。それは一体どういうことだ。隠れてた小人は見つけた？いいねで教えてね。バンディーツへタタトモ。宝箱があった。宝箱だ。確かにこの部分だけ不自然に草が生えていない。鉄砲があって金があるんじゃない？え、物資が入っているっていうのか。開けるね。これは鍵いこうって。鍵が必要ってことか。グッドボタン押してね。なんかいた、なんかいた、なんかいた。どうした？なんかあった？どうした、トモ？トトリベンジャーズいた。東京リベンジャーズいた？ほら。え？どういうこと？東京リベンジャーズ。あ、これはこれ東京リベンジャーズじゃないよ。なんで？小人だよ。ちょっと待って、危ないじゃない。リトル花頭なんじゃないの、それ。なんとこのタイミングでカメラの電池が切れたんだ。ということで、その後今日見つけた小人はこちらですね。小人大図鑑によると小人大図鑑によると枯れ花頭っていう小人で、落ち葉や枯れ草のある場所に生息して、あ、落ち葉の上を色がね、落ち葉の上を小枝などで叩きながら歩き、隠れている虫を探して食べる。群れは作るが仲間同士で争うことはないだ。なんでこれもうこれ棒持ってないの？多分この子座ってたから休憩してたんだと思うんだよね。ちょっと、ピントが合わない。あ、トムの顔にピント合っちゃうわ。ちょっと感覚しといて。こんな感じの見た目です。ってみんなトモばっかり見てるやん。こんだけ遊んでもらったらこの川も本望やわ。きっとなら連れてきた。手洗いな。ズボンで拭くの、ママの。うん。川があるんやって、川で洗えばいいのに。